はい、どうもー、水溜りボンドです。お願いしますね。毎週は頑張っていきましょう。ガンタです。お願いします。半袖です。よろしくお願いします。最近結構成功してるんだよな。結構成功してるんだよな。いいな、なんか幸せです。いいなっていうね、あのものを発見してまいりました。やっていこうかなと思っております。電子機器チックなね、あのドッキリですと。でですね、あの何をするかと言いますと、皆さんご存知の通り YouTube を始めて結構パソコンを触るようになりまして、でトミーくんもねパソコンを触るようになったんですけども、やっぱ難しいところは難しいわけですよ。何をするかと言いますと、チームビューワーっていうものを、インストールしたいと思います。このソフト何がすごいかと言いますと、今から紹介するもの何のために作られたかと言いますと、仕事先とか電車の中とかなかなかね身動きが取りづらい、もうスマホぐらいしか操作できないよっていう時に、スマホから自宅の PC パソコンを遠隔操作できるっていうソフトなんですよ。要は iPhone の性能でパソコン使えないでしょって一瞬思うと思うんですけど、そうじゃなくて単純に指令を出してるだけなんですよ。だからスペック自体はこの MacBook の速さで単純にただ操作をしてるっていう状況を埋めるわけなんですよ。一瞬で操れるようになるんですよね。これ自分にやるためのやつだからね。試しにどういうものなのか今紹介したいと思います。このスマホで今から操作できるんでちょっと見ててください。例えばバグっぽく見せるんであれば、これとかこうやってできるわけですよ。これをこうして動画も開けるわけですよ。わかりますか、この凄さ。これトミーくん気づかないんじゃないかと。え、何って多分なるところで多分終わっていくと思うんですけど、まあ、いたずらですね。本日もこれ遠隔操作ってさすがにパソコンじゃなきゃできないなって思うと思うんですよ。ここでやってましたって言った時の衝撃、ちょっとトミーくんがどういうリアクションするのか、信じるのか信じないのかはあなたし、まあちょっと頑張っていきたいですね本当に。同時に操作したらどうなるの。え、じゃあパソコンで左側の力加えて、スマホで右側の力加えますね。いやっすよ。せーの。強え、右が。うわ、すげえ。もしも、トミーくんのパソコンが iPhone で操られてたら、本人気づくのか、ちょっと検証していきたいと思います。行ってみましょう。プレミア、ん？上のバージョンにしないとちょっとやばいらしいよ。あ、そう。2019年にしてる。何にもしてない。なんかパソコン調子悪いな。腹立つな。なんで？パソコン調子悪くて。パソコンの調子が悪い。ダメだ、なんか調子悪いパソコンがあんま動かない。僕たちの内藤です。ということで、内藤さんの動画の別、バージョン上げたから、バージョンとかだから上げちゃダメなんだよ全然うまくいかないわ。何が再起動しよう。何をした時にそう思ったの。怒んの、なんかこのマウスがもうこればっかで、え、強制終了もできない。なんで、あ、ここがなんかあんま効かないんだよね。うん。
おまだやってんだろ。トミ君のパソコンをスマホで操作してたっていう。難しいことはできないんだけど、マウスとかこう動かすのとかは全然動かなかった。言っちゃえば俺がまあソフト立ち上げてて、もうそれ消せばもうそんなことないんだけど、どこいてもできんのよ。ソフトを見つけたんで、ちょっとドッキリをしてみました。ということで以上、今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございます。